さんこんにちは、かよです。今回はこちら、じゃーん、キャンメイクの7月1日から発売の新作の商品を2つ使ってフルメイクアップしてみました。でプチプラをね、すべて使ってメイクアップしてみたので、こんな感じ、ちょっと抜け感が出るような今時のおしゃれな感じのメイクを提案したくて考えてみました。よかったらね、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。ということで、どうぞ。はい、じゃあやっていきたいと思います。もう保湿は終わってます。まずはケイトのシークレットスキン CC ベースを使っていきます。 EX1 番のピンクベージュの色味です。結構これすごいこっくりした感じで、テクスチャーはだいぶ重めです。で肌にのせるとそんなにピンクっぽい発色はしなくて、どちらかといえば結構白くなる感じですね。なので量は調節してちょっと少なめにしておいた方が、ちょっと今ものせすぎた感若干あるんですけど、少なめぐらいの方が白くなりすぎなくていい気がします。はい、こんな感じでちょっと綺麗にワントーンと上がる感じ。そしたらこれは毛穴を埋めてくれる系の下地ではないので、この VT のスティックですね、これは毛穴を埋めてくれる系のこういう透明の下地なので、これを鼻とほっぺの上の部分にだけ使って伸ばします。こういう系を仕込んでおくだけで結構仕上がりがね、さらっと綺麗になるので、これ好きです。今日はメディアのファンデーションを使います。クリームファンデーションの E1 番です。ソフトな明るい肌の色っていう色を使います。カバー力もね、結構私の中では高い方かなと思います。プチプラのファンデーションの中だったらだいぶ私はこれが好きですね。なんか夏でも全然変な崩れ方しないので重宝します。この自然な肌の色っていうのが本当に私の肌にぴったりすぎて、あんまり多分これでシェーディング入れると暗くなっちゃうぐらいだと思うんですけど、すごい綺麗になります。ちっちゃい肌荒れとかだったら全然コンシーラー使わないでもこれだけで消せる。はい、こんな感じで OK です。で今日はマット肌に仕上げてハイライトでツヤ感を出したいと思うので、パウダーは結構マットに仕上がるこのフェイスパウダー A のナチュラルタイプっていうケイトのパウダーを使います。なんかこれはね、粒子が細かいとは全然感じないんですけど、綺麗にマットに仕上がるので、まあちゃんとパウダーの役目は果たしてくれてるかなっていう感じのパウダーですね。そう、でも粒子細かいわけじゃないからサラッサラになるっていう感じではないんですけど、ちゃんとセットは一応できます。すごいね、この組み合わせだとカバー力がある感じが私の中ではありますね。肌荒れゼロな感じの仕上がりになります。はい、ここまでいったら眉毛やっていきます。メイベリンファッションブローパウダーインペンシルの BR7 番を使っていきます。もうだいぶね、髪色が抜けてきて透明感のある金髪な感じになってきました。そろそろ美容室行こうかなと思ってます。はい、こんな感じで描いたらこのクリオのキルブローを使っていきます。一番色が変わる、本当に色がしっかりとつくので、これのグレー系があったらそれも欲しいぐらいなんですけど、まあ、ちょっと色落ちしてきて金髪みも今の髪色出てきたので、これでもいいかなっていう。はい、こんな感じで描きました。そしたらアイシャドウをやっていきます。アイシャドウはですね、早速今日から発売のこの子を使っていきます。これがこんな感じのアイシャドウで、すっごく使いやすそうだし可愛いですよね。ちょっと手に出してみます。はい、手に出してみるとこんな感じで、ちょっと一番下が真ん中のキラキラなんですけど、こんな感じになってます。特に私は一番上のこのカラーがツヤ感が綺麗だなって思ったのと、このね、赤みがある茶色がすごく今年らしい可愛らしい色だなって感じました。はい、じゃあ実際これを使ってメイクしていきます。まずこの一番明るいカラーをベース全体に塗っていきます。このカラーがツヤ感がね、ほんと綺麗だし、オレンジっぽいカラーがつく感じですごい可愛いんですよね。なんかこれほんと使ってるうちにすぐなくなっちゃいそうなくらい、粉も柔らかくてふわふわしてるし、どの色も捨て色がなくていいですね。で下まぶたにもすごく合う色だなって感じました。結構なんか目が大きく見えるっていうか、ふっくり見える感じですよね。はい、そしたら次にここのカラーを使っていきます。2番目に明るいカラーですね。これを二重幅にのせていきます。結構
構自然なグラデーションが作れるし、オフィスメイクにも良さそうな感じがします。はい、そしたら次にここのカラーを使っていきます。際の部分に締め色として使っていきます。ちょっと可愛いこの色。最後にぼかすのでちょっと濃いぐらいはっきり入れちゃって大丈夫です。はい、そしたら一回ぼかします。かわいいこの色、ほんとこれだけですごいかわいいグラデーションが出来上がります。そしたら真ん中のこのキラキラを使って目の中心にのせます。これもなんかギラギラすぎないのでなんか上品に中心が光ってくれて立体的にしてくれてすごく私の好みですね。で最後この外側のラインはこのカラーを使って引いていきます。はい、こんな感じ。これでアイメイク OK です。いい感じ。この下まぶたに使った色もすごくやっぱ可愛い。この明るい色が意外と発色が良くてすっごい可愛いです。そしたらこちらですね、キャンメイクグローツインカラーの05番です。これも昨日使ったんですけどすっごく良かった。これはね買って正解だったっていうぐらいツヤ感が綺麗。上だと結構茶色みがあって下だと結構真っ白なので本当に混ぜてちょうどいい感じの色になるかなと思います。もう一色ブルーベースさんが似合いそうなハイライトも発売されていました。この上だけだとアイシャドウとかチークのぼかすのとかにも使えそうな色味だと思います。これを指でのせていきます。わかります？このさっきまでなかったツヤ感が発生するんですよ。結構ツヤツヤになるのでハイライトさん好きにはたまらないんじゃないかなと思います。マット仕上げのファンデーションだと思えないぐらいのツヤ感が出ます。結構ツヤツヤに見えますね。ちょっと肌にのせると白っぽい感じも出るんですけど鏡で見てもだいぶ自然ですね。はい、こんな感じです。唇の上とかもツヤツヤになります。いい感じです。じゃあこの上の部分をちょっとチーク風にのせていきます。全然チークとしても使えますよね。ドイツ感が出て可愛いって思います。で普通にちっちゃいコンパクトなのでこれはブラシでのせてるんですけど指でねハイライトのせても綺麗にのるので本当にお直しの時とかにも持ち運びに便利だなと思います。もうね両方ツヤツヤしてる系なのでこのチークに使った色もすごいツヤツヤして自然に肌を綺麗に見せてくれるかなと思いました。はい、じゃあラインもこのキャンメイクのクリーミータッチライナー02番を使います。これもねみんな1回は使ったことあるんじゃないかなと思うんですけどすごく私も好きです。これでインライナーを描いていきます。はい、こんな感じ。したらビューラーしていきます。このビューラーもキャンメイクです。ビューラー私3つ4つ持ってるんですけど結構ないろんな形を持ってた方がいいですよ。なんか1個しかないとたまになんか上がらなくなる時あるじゃないですか。なんか上げづらいなみたいな、そういう時に別の形で上げたりすると意外とすごく上がったりします。何なんだろうその上がりにくい上がりやすいっていうの。だからこう慣れないようにいろんなやつを使ってまんべんなく、まあ、一番 RMK のやつが上がりやすい感じはするんですけど全然ねこのキャンメイクのやつでも申し分ないです。そしたらキャンメイククイックラッシュカーラーをじゃあ下まつげはこのままこのビセリシェのブラウニッシュマスカラ BR300 番を使っていきます。これがね色がすごく優しい茶色で主張しすぎない感じで気に入ってます。ベタってついたりとかダマになったりとかもしにくいのでなんか普段使いしやすいな感じになってきております。そしたら今日使うリップこちらもね結構気に入って買った当初よく使ってたんですけどすごく人気があるカラーらしくて発売1週間で2000本も売れた商品らしいです。でこれが T04 っていうブラウンっぽい感じのカラーなんですけど発売当時あまりの人気に一瞬で店頭から姿を消したと言われるヒット作らしいです。私も発売してからちょっと遅れて購入したんですけどリップクリームを塗らなくても使える感じです。塗らない方が発色がいい。これをがっつり塗ります。はい、こんな感じの色かわいいですよね。なんか赤とブラウンの間っていう感じでシアーな質感です。ちょっとここに出そう。
なんかこんな感じ、本当に優しい感じなので、ブラウンリップだけど誰でも使えそうな、主張が激しくないブラウンリップかなと思います。よし、じゃあマスカラこちらですね、同じやつを使っていきます。さらっと塗るぐらいで、そんなにガッツリは塗らないです。はい、こんな感じです。これで私のキャンメイクで抜け感今時メイク完成しました。イエーイ。はい、結構こんな感じでベースはすごくマットに仕上げたんですけど、ツヤ感がすっごく綺麗に出ますよね。ほんとこれはあのツヤ系のお肌にしたい方はほんとおすすめです。なんか濡れてるように見えるくらいすごくツヤーンってなります。アイシャドウは今まで使ったキャンメイクのアイシャドウで一番私の好みでした。今まで一番好きなキャンメイクのアイシャドウってこれだったんですよ。ちょくちょく出てきてて、結構ね底見えまではしてないんですけど、しそうなぐらい使ってるんですけど、それをね上回ってきましたね。これはツヤ感といい、配色といい、発色といい、すごくいいです。はい、これは季節問わず1個持っておくと、合わせやすくて使いやすいものなんじゃないかなと思いました。すごい、ほんとキャンメイクで、このパッケージも可愛いんですけど、この上のねブラウンっぽい色をチークとして使うのも私的にはすごく推しですね。統一感が生まれてチークがうるさすぎなくていいなって思いました。着替えてまた戻ってきたいと思います。じゃあねー。はい、戻ってきました。こんな感じでちょっといつもよりも上をねガッとオールバック的な感じでガッとまとめて、前髪をくるーんとちょっとこう外側に巻きました。完成です。イエーイ。はい、今回はちょっとまたいつもと違った感じのおしゃれ感がありつつ安く見えないメイクをしたいなっていうことで、こんな感じのメイクにしてみました。本当にねキャンメイクのものは昔からね使ってるんですけど、特に最近ねいいものが多いです。ツヤ感が綺麗なものが本当多くて、ちょっと前に出たこのハイライトもすごく私的には好きだったんですけど、こっちの方がナチュラルなツヤ感が出て、こっちの方がよりなんかもうほんと濡れ感、濡れたようなツヤ肌っていう感じの仕上がりになります。マットに仕上げたはずなのにあのツヤ感が出るような仕上がりになってるくらいすごく綺麗に仕上がりました。アイシャドウのカラーは完璧ですよね。プチプラとは思えないような質感だし、あの昨日もね同じメイクを実験的にやってみたんですけど、夜までしっかりとアイシャドウがどっかに消えちゃうっていうこともなく、グラデーション作ったまま保ってくれていたので、崩れにくいっていう意味でも粉飛びしづらいっていう意味でも100点なアイシャドウだなと感じました。はい、ということでね、今日から全国発売されるこのキャンメイク、すごくどっちとも気に入りました。結構ね私はデパコスの方がパッケージとか質感もテンションが上がるものが多いので好きなんですけど、そんな私もプチプラだけどすごくこれからも普段使いしたいなと思えるほどいいものに出会いました。すごい本当お気に入りです。はい、ということでですね、今回はこんな感じのプチプラのみを使って今時抜け感メイクをしてみました。レビューもね結構したので、よかったら参考にしていただけたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタやツイッターもやっているので、よかったら遊びに来てくれたら嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。